おっす、霊夢だよ。マリサだぜ。今日も栄冠クロスやってくよ。もう栄冠クロスの動画投稿しないと思ってたでしょ。思ってました。お久しぶり。ブリーフ。やってますよ栄冠クロス。ただかなりのスローペースで甲子園優勝できん。ブリーフ。今10年目か11年目か、それくらい。ある程度やってから動画にしようかと思ってたのですが、甲子園優勝できん。ブリーフ。まず一つ言っておくとですね、こちらの栄冠クロスというゲーム、めちゃくそに時間持ってかれる。ブリーフ。それやめんかい。いやもうやる気ないのかと思って。あるわいこのタコスケ。めちゃくそ時間取られるってある意味褒め言葉ですからね。タコスケは無料でこんだけ遊べるってのは素晴らしいですよ。タコスケはやった悪口。今も EP 満タンの状態ですが、もうここまで無駄にしまくりだ。ダメじゃんか。まあこれからこれからで、見ての通り今はルーキークラスの重鎮なのですが、いい風に言うなよ。すでに面白さはパッチパチに感じてます。それ感じてるの？まずスタジアムの甲子園リーグと栄冠タワー、この二つのモードで使うチームが違うってのが素晴らしい。甲子園リーグでは栄冠9モードで作ったチームをそのまま使う。そして栄冠タワーではプロに入団した選手たちでチームを作ると、いわばゲスコー歴代ベスト9みたいな感じ。ベスト9っていうか一チームですけど、自分で育てた選手たちでチームを作れるのは気持ちがいい。でこれの何がおもろいって、甲子園リーグか栄冠タワーか、どちらを意識するかによって栄冠9の進め方が変わってくるところ。今回はこういうやり方もありだよねってのやっていきますが、まずはチームデータ見てみましょうか。評判は強豪ですね。ルーキークラスの強豪な。強豪は強豪だ。そんでですね、まさすがに甲子園はもう全然いけてますね。去年の夏は都大会で負けたけど、甲子園の決勝も2、3回は行きました。ただ甲子園優勝できん。あと1回勝てば優勝だったのにな。決勝はチーム総合力8000オーバーが当たり前。ちなみに今うちの総合力は現段階で4857。そりゃ勝てん。もちろんここから夏までにはもっと上がるけど、総合力7000くらいだったらジャイアントキリングもちょくちょく起きるが、何回も連続はきついし8000オーバーにはどうしてもかなわん。あと成長版はですね、達成率 46% か。まだまだこんな感じ。つーか栄冠タワーの大事さに気づいたのが遅すぎた。忙しくて EP 消費できないって時も試合チケットは消費しておくべきだった。オート勝利って超便利な機能ありますからね。時間なくてあんま EP 使えてないって人も試合チケットは使っておきましょう。それだけでだいぶ違うぞ。で今回やっていくのは、とりあえず今入学式終わったとこなんですが、サクッとオーダーを決めまして、そのオーダーを見てもらいたいのですが、こんなスタメン。まずサードにいるサイガナ、3年生ですね。このサイガは他の人のキャラをスカウトできる素晴らしステムで入団しました。あとショートの友沢も素晴らしステムです。友沢は2年生な。でさっき入部したピカピカ1年生 PSR の鈴木ですね。これは自前の PSR です。友沢と鈴木の二遊間はいいんじゃないでしょうか。鈴木の特殊能力強いよな。今うちのチームはサイガ、友沢、鈴木とチームの中心になりうる野手がいるわけだが、じゃあ誰世代かと問われれば、細貝世代です。どなたですか？細貝ですね。あ、ごめんそういうことじゃなくて。見てください皆さん、ゲスコー初年度以来の天才がやってきました。今回の主人公はこの細貝だ。かなり強ない？まあ特殊能力は真っ白白助だけど、特殊能力は本当か特訓で覚えるし、栄冠クロスは練習でも覚えてくれるから、いい感じに育て上げてみせましょう。この名称がいわゆるモブが主人公ですか？実は特待生以外も大事なんよ。これとか栄冠タワーの特殊ミッションで、ほら特待生0人のオーダーで試合に勝利しなきゃならない、こういうのあるから、私は着々と人類補完計画を進めていたのだ。それ意味わかって言ってる？ここで言う人類補完計画とは、栄冠タワーのオーダーを天才モブで埋め尽くすことだ。今何人一人だけど、まあ、頑張ってやるぞ。やったるぞ。あともう一人新入生ですね。 PR の小高な。 PR だからレアリティは低いけど、キャッチャー丸持ってるから使ってる人も多いのでは。なので理想としては来年に怒りを入部させることだな。素晴らしステムを使って怒りをスカウト、そして1年で鍛え上げた友沢と鈴木の花のある二遊間、そこに天才細貝がいるわけですから、きっと甲子園優勝もできるぞ。才が留年しねえかな。超えてるぞ名称の心の声。で今回は細貝特化型マシーンになる覚悟です。チーム全体を強くっていうよりは個人を優先して強くしたいと。右上の方に練習ごとに選択されてる選手が表示されてますね。これはカードを変えると選手も変わるんだけど、その練習を選べばここに表示されてる選手はかなりポイントもらえます。
今は腕立て腹筋に細貝が顔出してますね。今回はこのカードを選ぶと細貝の腕と腹筋が鍛えられるということだ。個別練習ってやつだな。そうですそうです。個別練習で手に入る経験値も成長版で上げられる。それがカードの進行アイコンよりもだいぶ恩恵がでかいと。ひいきしたい選手ができたらその選手を探してその練習をするだけ。こうやって目に見えて能力上がっていきます。注意点は野手なら野手用のカード、投手なら投手用のカードじゃないと効果は薄いってこと。怪我しにくさの本3球、とりあえず破って燃やして灰にしておきます。普通に捨てろよ。いいね、今度は特殊に細貝がいるぞ。これ運ですから。運悪いとどの練習にもずっといなかったりする。こうやって細貝を探しつつ、投手用の練習カードと赤パネルには気をつけながら進めてくぞ。さあ細貝ちゃんはどこかな。気持ち悪いですね。いない、だと。いない時はずっといないっててめえで言ったばっかだろが。じゃあ回復パネルで。この回復パネルも気持ちは細貝だけを回復するつもりですから。まあどう思うかは自由だからな。いない、だと。ねえまだ一週間しか進んでないよ。では特訓マスやりますか。あ、最初に話したことに戻りますが、これは個人を強くするよりの育成方法、A 館タワー用の戦士ってことですね。逆にチームを強くしたい場合、基本的には選手が多く集まってる練習を選択するのがいいでしょう。野手用のカードと投手用のカードには気をつけてって感じか。ですね。素振りに投手がたくさん集まってても効果的ではないです。さあ特訓。いない。それやめろや。まあ今回は細貝特化でやってますが、普通ルーキークラスとかだったら間違いなくチーム全体を考える方がいいかと。甲子園優勝することがチームを強くする近道。チームが強くなれば育成もどんどんしやすくなるからな。ナイスコだか。阿部ヒ、ゲットだぜー。とは言ってもですね、今みたいに他の選手も自然と強くなるから、そこまで深く考えなくてもいいかと。A 館クロスの遊び方の一つですね。もちろん甲子園優勝も目指していくぞ。それが一番の強化になりますから。え、なんか矛盾してないしてるね。まあとにかくあれだ。深く考えるなー、おうおう。いない。はい、あっという間にと大会です。細貝は食事会か。よし、細貝と決起集会だ。対戦相手のマネージャーかわいいかなとか話しちゃって。何盛り上がってんだ。ああもうこんなんカスですよカス。チーム総合力2800て、高校野球舐めてますね。この高校はカス校と名付けよう。あんたんとこはゲス校だけどね。今日3打数3安打のサイン。打った強い当たり。打球はそのままのレフトを見上げた。ホームラン。スリー。ホールド勝ち。ゲス。カスよりゲスの方が上だクソが。皆さんはこういう言葉使っちゃダメですよ。と大会決勝です。次勝てば甲子園か。うちはもう甲子園常連校ですから。持ち帰った甲子園の砂の重量は全国トップクラスだ。ダメだろそれ。と大会決勝でチーム総合力3200か。話にならんな。ゲス校は格下には圧倒的な強さを誇るのだ。ゲスイねえ。ゲスイとはうちにとっては褒め言葉よ。サード左への打球、ヘッドスライディング。優勝決めました。はい、甲子園出場決定。ジャイアントキリング起こせずか。様どっちの味方だ。格下には圧倒的強さと言ったであろう。言ってたけどな。いや本当に圧倒的。ねえなんか今年めっちゃ打つんだけど。監督がちょっと引いてますよ。これ甲子園初優勝あるぞ。やった、細貝にチャンスメーカーついた。試合でつくパターンは嬉しいぜ。いいぞいいぞ。あとは全国に下水道打線をぶっ放すだけだ。なんか匂いそうなんだよな。さあやってまいりました甲子園。うん、やはり全国になるとレベル上がったな。でも総合力はまだこっちが勝ってるぜ。いつ8000オーバーが出てきてもおかしくない。格下には確実に勝っていくぞ。元杉そのままベースを踏んでアウト。ゲームセット。ゲス校絶好調。ではこのまま決勝までカットだ。まだ準々決勝ですけど。決勝いけなかったか。バカ野郎、今のゲス校の勢いを止められるものギブアップで。早い早い。急にレベル上がったな。うん、ギブアップで。試合前から諦めんなって。チーム総合力3000の壁は途方もなく高いぞ。お前ら忘れずに大きめのエコバッグ持ってきただろうな。え、エコバッグ？何それ。持ち帰るようだ。単純に1回の量が多かった。全国トップクラスと言ったであろう。でも能力的には思ったほどではないな。じゃあ一応勝ちにこだわる試合進行をしましょう。まず1回の守備は必ずやります。そんで伝令でスタミナを上げると。
ゲス。あと戦術コマンドはほぼ緩急重視か低め中心でやってます。大体抑えられる打たれてるよ。そりゃチーム総合力9戦だから。でランナー出たらゲッツーシフトだ。ゲッツー取ればポイントはバイバイチャンス。しかもこれがかなり決まる。そりゃチーム総合力9戦だから。いやまだ何も言ってないけど、めげずにゲッツーシフトで。ランナーボーナス入れて280上がったぞ。で攻撃は基本スキップだ。めっちゃ打っとる。下水道打線絶好調。あれ、これ勝てるかもだぞ。しかもワンアウト1、2塁。ピンチであればあるほど抑えるとポイント稼げますから。実はこれチャンス。ほらランナーボーナスでプラス180。ゲッツー取ったら480だったかな。とにかく総合力上げるチャンスなんよ。いいぞいいぞ。これ10回やれば総合力追いつくぞ。残念ながらチャンスは4回までだけどね。普通に戦えてる。少しでも総合力の差を縮めましょう。ってことで稼ぎやすい守備を采配していきます。あ、初回の守備をやった方がいいのは、単純に総合力上げるなら試合の序盤の方がいいと思うから。多分その方が試合への影響が大きいと思うんだよな。まあ普通に考えればそうだよな。いいねー。この時点ですでに総合力の差は1700ほどに。まだ1700あるんかい。気づきましたか。しかし抑えるねーのさあ采配できるのはあと1回だけだぜ。なんとか耐えてくれ。ダメでした。いや下水道打線は本物ですよ。これは逆転サヨナラを決めるためにここは我慢のスキップしなきゃよかった。さすが名将ですね。打ちました。内田下がった。内田取りました。ゲームセット。勝てた勝てたぞこの試合。まあ、チーム力の差を考えると前線したか。やはり優勝までの道のりは長く険しい。あざした。はい、じゃあ回収するもん回収して帰るぞ。さすが慣れてらっしゃる。リベンジの時だ。あれ、もう春の選抜？甲子園常連校ですから、逆襲の下宿校だぞ。とここでお知らせが2点あります。悪い知らせと悪い知らせどっちから聞く？どっちでもいいよ。では1つ目の悪い知らせ。災害留年しなかったわ。でしょうね。そしてもう1つの悪い知らせ。あの青ジャケットマジ使えなかった。怒りは紹介してもらえずか。よりによって早川葵って。最初に大量配布されたことで不人気キャラになった哀れな小娘よ。まあいいや。夏に頑張った伊能はまだ2年だから、むしろ1年の怒りよりは強いはず。この春に優勝したらさらに成長しますから、その勢いで春夏連覇よ。さあ1回戦だ。勝てる勝てる。でも去年の夏と同じくらいのレベルだな。3年生いないのに。それはうちも一緒だ。つうかすでに総合力は去年の夏超えてるぞ。さすがは名将といったところか。やめろいテレルゼバーロー。一人で楽しそうだね。あ、ちなみに今の細貝はこんな感じですね。なんか存在薄くなってない？完全に企画忘れて楽しんでますね。今回の主役ぞ。おなしゃー。ゲス、ゲス、初戦をものにしました。伊能、見事な完封勝利。ゲス、2回戦突破です。春の甲子園大会2回戦を見事勝利しました。ゲス準決勝進出です。伊能見事な完投勝利です。ダブルプレー。試合終了。ゲス決勝進出です。伊能見事な完封勝利。春のもう MVP は伊能ですね。細貝は見事勝利決勝進出。さていよいよ決勝ですが、これなら勝てるぞ。それでも7350だいぶ格上だぜ。ここまで総合力7000オーバーに連勝してきてるっつーの。ほらね。戦そこそこの差なら全然勝てる。というところをお見せしましょう。お相手は愛知代表の岡崎体育学園だよ。岡崎にある高校か。これは強敵の予感だ。あそこ土地だだっ広いからな。いい意味でね。さてこの春無双してる伊能がお相手しよう。よしよし、着実に差を縮めていくぞ。あ、ちなみにスタミナ上げる伝令いないので使ってません。スタミナ切れかー。だとしたらピッチャーは諦めさせろ。さすがに振りが鋭いですね。OK、 まあ9大点でしょう。で無駄な攻撃はしませんと。お、ワンアウト1、2塁。ピンチであればあるほど抑えるとポイント稼げますから。実はこれチャンス。あれ、デジャブかな。デジャブだ。マウンド上は東京のドクター K 伊能。さあここはゲッツー体勢を取ります。空振り三振。三振に仕留めました。打ちました。当たり少ない。セカンドこれは守備範囲。ほらあっという間に総合力の差は600ほどだ。そして先生リードを守らせていただこう。ゲームは中盤4回に入ります。この回のトップバッターは美濃口。流し打ち。どうだ。空
打たれる気がしねえ。これでワンアウト、ランナーはありません。お、外角の数字が高いからたまには外角で。打ちました。友澤掴んだ。ボールは。さえ渡る采配。これでツーアウト、ランナーありません。打ちました。完璧だ。これで7195対7490。こんなもんただの誤差、ほぼ互角と言っていいでしょう。いや勝ったなこれは。4対1まさかのリードで最終回だぜ。やったるぞ下水道からの下克上。伝令だ伝令だ。盛り上げて守備力アップよ。優勝が目前に迫っていようがやることは変わらない。打ちました。引っ掛けた。続き取った。あと2人。1塁送球アウト。お、代打出してきたぜ。頼れる緩急重視で。打った当たりだ。ボールナイバッチーダメじゃん。基本的にね、守備はひどいですね。三塁まで行っちゃった。こうなると7回の2点追加がマジででかいな。通過さ。こいつゲッツーに取らない限り優勝の瞬間見れないじゃんね。あ、采配できるの3人までだもんな。これはどうにかしてほしいとこだ。指定できる采配は3回に減らしていいから、9回に勝ってたら守備、負けてたら攻撃は全部やらせてほしい。そしてここでのファインプレイはナイス。二人目出塁はちょっと怖かった。よっしゃー。やったー、やりましたー。ようやく優勝できたぞー。まあおめでとうさん。一回優勝すれば波に乗れるのが栄冠ナインだ。まあこれ栄冠クロスなんですけどね。今までの栄冠ナインとは違う？優勝してから結構やりまして、この後ルーキークラスは無事に卒業しました。じゃあ今はノーマルクラスか。結局ノーマルに上がれば相手も強くなるから、また最初からみたいな感じ。順調に波に乗れたのはノーマルに上がるまでの2、3年くらいでした。でもそれも面白いわ。また弱小からやるっていうね。普通の栄冠ナインも何回も最初からやり直したりするからな。能力の上がり幅はどんどん大きくなってくるから、去年よりも今年、そして今年よりも来年の方が強い選手育成できるぞと、無限ループに入りますね。中毒性は相変わらずだ。また適当に動画にしようと思ってるのでよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。待て待て待て、いい。なんじゃい。このエコバッグはやらんぞ。あ、砂は持って帰るんだ。じゃなくて、細貝は？どなたですか？世代の代表だよ。嘘冗談です。この年の夏、細貝2年生で夏も優勝しました。本当に連覇したんだ。でもその後の春の選抜はまさかの出場できず。細貝3年最後の夏は？確か優勝したかと。確かってなんだ確かって。その後に進めすぎて忘れちゃった。マジで細貝への愛着薄れとる。でも細貝卒業まで細貝特化は続けまして。最終的に総合力 B は超えました。ルーキーの割に結構強いでしょ。ミート B まで届かなかったのが残念だけど、特殊能力もいまいちか？金徳覚えれなかったしな。でも今ノーマルクラスの強豪にいるんですが、総合力が一番高いのは未だにこの細貝です。あ、そうなんだ。それだけ振り切った育成をしたってことだ。また今度天才引けたらノーマルクラスでやってみるか。個人プレイに振り切ればルーキーでもこれくらいの選手が作れると。そんな実証動画でした。当初の目的に着陸できてよかったぜ。だから冗談だって言っただろう。はいはいわかったよ。細身のこと忘れた瞬間なんて一度もねえから。細身って誰だよ細貝だよ。名門、やったー。